はい、こんにちは、グリードです。皆さん突然ですが、車お好きですかね？僕自身は正直小さい頃から車っていうのは全く興味なかったんですよね。やっぱり男の子っていうと車だとか電車だとかね、まあロボットみたいな、いろいろ最初好きになると思うんですけど、僕はやっぱロボットの方に行ってしまって、まあ、車っていうのはその後も全然ね興味が出なかったんですよね。まあ弟の方はねすっごい車好きで、もうアメ車乗りで、僕自身は家でゲームをしてるっていう、こう陰と陽キャで分かれた感じになりましたね。そんな僕ですけど、去年ぐらいとあるレースゲーを見たんですよ。それがもうめちゃくちゃ面白くて、まあ配信でレースゲーとかやっちゃうぐらい結構ねハマっちゃったんですよね。ただレースゲームって本格的な分結構難しいものが多いじゃないですか。僕自身もねなかなか上達しなくて何回もやってるんだけど、まあ YouTube でこう上手い人の動画をよく見るみたいな感じにはなっていったんですよ。そしたら YouTube のおすすめになんかとあるレースゲーの広告が流れてきたんですよ。ちょっとねそれを一緒に見てみましょう。いうような AI ソングを使ったね広告で、まあ、有名なレーシングマスターっていうゲームの広告らしくて、まあ、僕もこれ見た時はさすがにちょっと笑っちゃいましたね。なんじゃこりゃって、ね、そしたらこのレーシングマスターさんからこのゲームやってみませんかっていうね、あのご連絡が来ましてね、いやーちょっとね、まあ、タイムリーだし、まあせっかくだから広告とどう違うのかっていうところも含めて今日やってみようかなと思います。何やらね資料が送られているのでちょっと読みたいと思います。レーシングマスターは世界トップレベルのレーシングゲーム会社コードマスターズ社と共同開発です。120台以上の車種が正式ライセンスを受け、レーザースキャンで詳細にモデリング、実車の細部のこうドア、ウィンドウ、オーディオまでね完全再現していると。そしてコースもね現実世界にある名高いコースを完全再現、まあ、かなり本格的に力を入れてる、まあ、ゲームらしいですね。まあもうこの時点でだいぶ広告とイメージが違うって感じだね。さらにサウンドも実車から録音と、ちょっと聞いてみましょうか。もちろんレースゲームなので車のカスタマイズも細かくねできますよ。色、塗装、デカール、タイヤ、ホイール、サスペンション、まあ、全て細かくカスタマイズできて、マシンの性能改造については、この性能改造のところでね、まあ、これね基本的にワンタッチでレベルアップするんですよね。こう例えばエンジン選んでポチって、はい、これでレベルアップ。車の性能をカスタマイズするのに難しいね知識がいらないっていうのは僕的には非常に、ね、初心者としては嬉しかったですね。で必要なこのポイントですね、ゴールドエンジンとかは一応これ入手方法がここに書いてあるのかな。クーポンストアとか友情ショップ、キャリアモード、シーズンパス入獲得とか、一応必要な部品の入手方法は全部ここに書いてあるっぽいですね。はい、ゲーム内の自分のキャラクターもカスタマイズできるんですけど、まあよくあるこういうね、顔のまあモバイルゲーらしいキャラクターだけかなと思ったんですけど、日本限定キャラクターもいるそうです。無料ゲーなのでもちろんガチャシステムがありますと。はい、ブガッティとめちゃめちゃかっこいいねこれ、GTR、 日産 GTR とか渋いのありますね。まあ、他にもいろいろ、これは結構あれかな、期間限定で変わるっぽいですね。そうですね、期間限定で今この車が出るよっていうことだよね。10回引くレア以上が1台確定とか。で試しに1回引いてみますかね。はい、どうなんですか、何が出たんだろう、レア車。これどうなんですかね、車好きの方からしたら嬉しいのかな。運営さんから日本の新マップ春名山をぜひプレイしてくださいっていうことだったんですけども、これで合ってるよね。え、これで合ってますか、本当に。これも、え、待って、これも、あ、これもちょっと待って、コーナーめっちゃきついぞ。連続ヘアピン行ってやりましょうか。この星4、レース前はそのコースに合わせたおすすめをね教えてくれるみたいですね。まあ一旦これで行きましょうか。さあレーシングマスター、3、2、1、 GO。 さあ始まりました。僕ねこの視点好きなんですよね
運転してる感がね出てね、臨場感って好きなんですけども。さあ、でこのゲームはこういう風にね、ワンボタンでドリフトができるので、コーナーをそのドリフトで切り抜けていくっていうのが醍醐味になりますね。まあ今回僕パッドでプレイしてるので、 A ボタンでおいしょ、押して、おい感じ、ちょっと失敗したかもしれん。長そうだねこのコースは。はい、ここに入るよ、ドリフト、どう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 、いけてんのかな。もう少しコーナー終わった後になんだろう、スムーズに進みたいよね。ちょっと減速しすぎてる感あるかな。よしよしよし、前のゴーストか結構早いな。で離してゴー、どう、基本的にもうドリフトボタンとアクセルボタンしか押してないんだけど、いいかなこれで。チュートリアルではこれで OK だったんですけども、うん、結構ねやっぱりモバイルゲーがね元っていうことがあって、非常に操作が簡単ですね、シンプル。よし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 、現在 35%、 結構長いなやっぱり、まだまだこっからや。もっと早く、分かってる分かってる、間違えた今のボタン。おー、よし、いいよ、だいぶいいだいぶいい。一応こっち視点もお見せしましょうね、車の反射がね非常に綺麗ですね。よし、だいぶストレート、いや音ほんといいね、まあ、モバイルゲーでね、ここまでちゃんと実写から音取ってたらなかなかすごいんじゃないかな。あのやっぱりあの広告からは想像つかないクオリティだから、広告、あの広告もったいない気がしますよね。夜空に輝く一等星なの。はい、めちゃくちゃ喋ってくれる。さあこのコーナーきついよ、前前前、いやこれねえ、他のゲームだったら僕よく壁に激突してましたけど、あんま壁に激突することがない、いいんじゃないですか。わお、スムーズなコーナリング、お、ありがとう、はい、楽しい、これこれ結構簡単にちょっとうまそうなプレイができて楽しい。これさあ外から入って、あっ、ちょっとこれは盛り上がりすぎたのか、どうだね、最初だいぶ難しそうなコースかなって思ったけど、意外といけてる。おお、よいしょ、どうすかどうすかこれ、割といいんじゃない、うまいんじゃないこれ。よし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 、現在80、約 80%。 サイドブレーキ、今ぼーっとしてたでしょ。え、何サイドブレーキ、なんかダメだったかな。なんか文句言われたかな今。うおー、ギリギリ、うお、うまいうまいうまい、マジでうまいんじゃない今の。このタイムロスは、え、ストレートで挽回するしかないね。タイムロス、ちょっと待って、あれ僕が思ってることと違うこと言ってるな。よし、どうよどうよどうよ、あーゴー、もう手が汗でびっちゃり、あーどうした、落ち着け、手が。4分32秒、これはどうなんだろう、早いのか遅いのか。やっぱちょっと人間と戦いたいっすよね。性能改造でコテコテの BMW さんレベル2ぐらいにしといていいのかな全部。まあこれそうですよね、人間ですよね、他コンピューターではないですよね。よし、じゃあちょっと1位目指していきましょうか。 OK、 ちょっとこの視点見づらいな。あー速そう速そう、人間ですねちゃんと。オーバーテイクショーの始まりだよ、まばたき禁止、やばい、あれ、あ、みんなぶつかってる、あれでもみんなぶつかってるな、私たちならできる。あ、みんなぶつかってる。あれ、あー、1位だ1位だ。あれからもしかして僕もまだ始めたてでレベルが低いからみんな初心者なのかな。あれあれ、もうみんないないぞ。
僕の視聴者さんにはこうモバイルゲーをあんまりやらないっていう人が多いと思うんですけど、まあ、今回ね PC 版もあるってことで、まあ、そこはねすごくいいと思いますね、うん、僕自身も普段こんなにモバイルゲーはやんないんですよね。でよいしょ、いや本当音が素晴らしい。そして順位はぶっちぎりで1位ですね。はい、あれ1位だな、やったあれもう終わり、レベル上昇、自分のまだレベルが低いからその同じぐらいのランクの人と当たってるんじゃないかなこれ。はい、というわけで今回はレーシングマスターをプレイしていきました。皆さんどうだったでしょうか。まあ、広告の AI ソングから想像できないぐらい、まあ、ちゃんとしたゲーム自体は本当にちゃんとしていますし、カスタマイズやサウンドっていうのは本格的なんだけど、操作自体はモバイルがメインっていうこともあって非常に簡単でしたね。プレイしていく中でいろんなタイミングで報酬がもらえるので、まあそのプレイの継続しやすさっていうところでも、まあ非常にいいのかなと思いました。僕的にはやっぱね、PC 版もあるっていうね、PC でもプレイできるっていうのは非常に嬉しいですね。レーシングマスターは PC とスマホでプレイ可能なので、ぜひ動画概要欄からチェックしてみてください。いや、ほんとなんであんな広告にしちゃったんかな。